金目のコアを台無しにしやがって。城の宝物庫だぞ。この俺が3年かけて忍び込んだってのに、てめえは。やめて。この子はまだ塔になったばかりなのよ。せえ、このあばずれが。おめえを殺せば元に戻るんだ。悪く思うなよ。これからは俺がそばにいる。君のことは俺が守る。俺の名はシン。名前は？ラウラ。義経を行かせたのは正解だったようだな。いいのか？いつものことだ。どうということはない。シン、お前の望みは俺が叶えてやる。だからあまり前に出るな。まだ時間はある。それもお前の望みか。なんだろうな、俺たちは。俺のこの渇きが俺のものなのか、誰かのものなのか、はあ、時折わからなくなる。なあ、信よ、お前はそこにいるか？俺はどこにいるんだろうな。人間みたいなことを言うな。そうかい？案外同じなのかもしれん。人間も俺たちも。なんで停戦なんだよ。最低だとよ。マルベーニ聖火自らのお出ましだ。聞かぬわけにはいかんだろう。我が軍にどれだけの被害が出たと思ってる。スペルビアだけ無傷とか納得できねえ。ぼやくなよ。全ては上の方々がお決めになることだ。そうそう、俺たち平民には選択肢も決定権もねえ。ただ従うだけさ。停戦の申し入れを受諾していただき感謝します。ラゲルト女王、ネフェル皇帝。350年前に交わされたオーシリス条約では、アーケディアは戦時不介入だったはず。それをしてのこたびの介入、相応のことわけはございますのでしょうね、聖火。無論です。この会談、公正を期すためにアヴァリティア商会からニルニー会長代行が
裁定委員として同席いたします。加えてルクスリアからも1名、第一王子ジーフリト・ブリューネ・ルクスリア殿下にも委員として同席を願いました。ジーフリト殿下、ルクスリアの宝刀王子。壮観だね。アーケディアの影響力依然健在ってか。今やっちゃえば早いんじゃない。確かに主要国原始級の集まりだからね。この先楽になる。世界樹への道が開いてからですよ。人間を滅ぼすだけなら今の僕らでも可能です。けどさ、目的はそれだけじゃないだろ。今は幕が上がるのを待つのが得策。本気なの、シンは。ああ、それ俺も聞きたかったな。本気ですよ。あの人はいつだって人を滅ぼし、そして神を殺す。さて、この度の件、スペルビアからの一方的な条約違反ということですが、それについてネフェル皇帝、何かおっしゃりたいことは。原因については現在調査中ですが、我が軍の管理する兵器がインビディアを攻撃したのは疑いようのない事実。これについては原因の遺憾にかかわらず真摯に対応させていただきたいと考えております。金で解決すると。すべてにおいて真摯に。気のせいでしょうか。私の耳にはまるで陛下が自分たちのせいではないとおっしゃっているように聞こえるのですが。調査中です。今少しお時間をいただけるとありがたい。調査の必要はないでしょう。原因ははっきりとしていますし、証人もいる。とおっしゃいますと。まさかそのような。あの者たちは単なるテロリスト。そのような力あるはずが。事実です。このジーフリト、ルクスリア王ゼーリッヒに代わり証言いたします。前会長のバーンも、かの者たちに何かを譲渡してましたも、おそらくは何らかの兵器、それもかなりの数を、ですも。何のために。500年前、世界を焼いた天の聖杯滅が関与していると言ったら。バカな。伝承では塵となり消滅したはず。生きていたんですよ、それが。わい、ああ、いや、私もこの目で見ています。それでも信じられないというのでしたら。そのコアクリスタルは天の聖杯のもう一人、光です。女王陛下も伝承で聞いたことがおありでしょう。噂は本当だったということですか。ドライバーは。それを知ったらもっと驚かれると思いますが、今はそんなことよりも目の前の現実の直視を。事態は急を要します。もう6時か。光が出ていってからかなり経つけど。
光たちに任せときなよ。大国のトップ同士の会談だよ。私たちが出て行ってどうなるもんでもないさ。光。これまで何度か戦って分かりました。滅は聖杯としての力を一度も使っていない。それは彼が機能不全を起こしている証。本来の力を出せないということか。過去の私との戦いで受けた傷が癒えていないのでしょう。彼の目的は楽園。生まれ故郷である楽園へと戻り、自らの力を取り戻そうとしています。もし滅が力を取り戻したなら。500年前の悲劇が繰り返される。それ以上です。滅は純粋です。人そのもの、全てを消し去ろうとしている。なぜそのような。理由なんてないのかもしれません。人が息をするのと同じように、それが彼の本能だから。これは私の責任でもある。どういう意味ですか、マルベーニ製菓。滅を生み出したのは他でもないこの私ということです。では製菓がかつて滅のドライバーであったという噂は。ことさら隠してきたつもりはない。歴史書を紐解けば誰でも知ることができる。私は愚かだった。そんな愚か者が二度と出ないよう、聖杯大戦の後世界中へと渡ることは禁忌とされた。だが我々が禁じたとしても滅たちには無関係だ。金は今解かなくてはならないのです。協力に感謝するよ。まだあなたを信用したわけじゃない。レックスが楽園に行こうとする以上、その道はいずれ彼らと交差する。それだけよ。君があの少年のためにそこまでするとはな。自分のためでもあるわ、マルベーニー。あなたは誰のために存在しているの？アーケディアの女神様ともなると国葬になるんだね。近くにいてあげないの？男の子はね、こういう時は一人になりたがるのよ。意外。もっとベタベタかと思ってた。やっぱ光だと違うんだ。どちらかっていうとあの子の意思なんだけど。嘘、ウムラが？へえ。じゃあ何？あんたはもっとベタベタしてたいとか？焼くわよ。冗談だって。怖いな。おかしいよ。何が？ねえ、やっぱおかしくない？ブレイドはドライバーが死んでも、自分が死んでもコアに戻るんだよ。なんでファンはあのままなの？私もそれ考えてた。死んだブレイドが元の姿のままでいられる可能性はただ一つ。それはミノチ、コールのようなマンイーターになることだよね。でもファンはマンイーターじゃない。それだけは確かよ。
何それ。ファンのコアクリスタルの形、元はこういう形だった。あ、三角だった。私とレックスはかなり特殊なケースだけど、それとも違う。どう違うのさ。コアを分け与えるとね、その形は均等に変化するの。私たちの場合は真ん中の部分がレックスに、外側は私たちに。なぜかはわからないけど、そういう法則なのよ。でもファンは違う。そう、まるで誰かにコアを奪われたかのようにね。すまない、少し待たせてしまったかな。いえ、全然。あの、今のはコアクリスタルの洗礼だよ。こうすることで同調率は格段と上がる。何かと危険が伴うからね、同調は。確かに。天の聖杯のドライバーとなったことで私はこの力を手に入れた。ってことは、もしかして俺にも。どうかな。人には向き不向きというものがある。ですよね。さて、今日の私の仕事はこれで終わりだ。ついてきなさい。ルクスリアへの特使ですか？俺が？そうだ、見なさい。君はサルベージャーだから詳しいと思うが、これが現在我々が住むアルストの世界だ。世界中を中心にアルスが周回運動をしている。そしてここが大空洞。この大空洞は500年前にできたものだ。それ以前はなかった。知ってます。これがあるせいで俺たちは世界中に渡れない。この大空洞はサーペントと呼ばれる巨大なモンスターが作り出している。それってあの時の。正確には光が行使するデバイスの一つだ。光のデバイスだったら、なんで私たちは襲われたのさ。おかしいじゃないか。サーペントは500年前のメツとの戦いで雲海に沈んだ。誰かが再生させた。その通り。それがジークの故国ルクスリアだというの。ルクスリアはサーペントにある使命を与えた。何人たりとも世界中へ近づけるなというね。聖杯大戦の悲劇を繰り返さないために。結果生まれたのが大空洞だ。よくそんなことができたわね。言っただろう、人は退化していると。サーペントに与えられた使命を解除するものがルクスリアにある。物はサンクトスチェーン中王家が管理しとるのに、案内はお前がしな。特使としての書簡は用意した。楽園に行くのは君たちの目的だったはずだ。メツたちは
いずれサンクトスチェインにたどり着く。そうなる前に彼らより先に楽園に行き、その何たるかを確かめてきてほしい。愚かであったこの私の代わりに、この朽ちていく世界で人が生き延びるために。ルクスリアまでは船で行く。着いたらしばらくは陸路や。まさかカメちゃんと行動を共にするとはね。大船に乗った気でおったらええ。ジークは運が悪いもん。なんだか沈没しそうだもん。ほんまやな。笑いごっちゃないんだけど。そういえばジークさ、自分はイーラとは無関係じゃないって言ってたけど、あれどういうこと？ん？ああ、あれか。あいつらのことは知らんけど、500年前に滅んだイーラっちゅう国はな、ワイラ・ルクスリアの前身。ルクスリア人はな、イーラの滅亡から逃れた英雄アデルの末裔なんや。じゃあホームラが眠りについた後、アデルはルクスリアに？そういうこっちゃ。それは初耳ですね。歴史はそれなりに勉強してきたつもりですが、全く知りませんでした。こういうのはあんま表には出さんからな。今じゃこの王家の紋章にその名残があるのみや。霞を同調させたのはなぜ？彼女の力が有益だったからだ。ここアーケディアはこれまで何度かイーラの襲撃を受けている。退けるためには必要不可欠だった。そう。その割にはあなたのブレイド他にいないようだけど。確かに私はドライバーだが戦士ではない。それにここの僧兵は頼りになるからな。餅は餅屋さ。そうならいいけど、なぜ彼らは亡国イーラの名前を使うのかしら。シンはイーラが用したブレイドだ。郷愁や忠誠、おそらくはそういったものだろう。本当にそれだけかしら。本当とは？私は自分が眠りについた後の歴史を知らない。それを記した書物もない。あるのは漠とした伝承だけ。それで十分ではないのか。歴史とは漠としてうろんなものだ。真相は当事者しか知り得ない。あなたはその当事者ではなくて。だからこそこうして協力を持ちかけている。なんか物々しいね。小耳に挟んだ話では、どうやらスペルビアとインビディアの2国間で首脳会談が開かれるようです。首脳会談ってこないだの戦闘の件？でもそれってマルベーニ法王が間に入って解決したんじゃ。アーケディア法王庁に聞かれたくない話もあるのでしょう。それにインビディアはこことは少し距離を置いとる。法王に妖怪されたとあっちゃメンツが立たん。形だけでもってことやろな。妖怪って何？口出しされるってこっちゃ。うわ、カメちゃんのくせになんでそんな難しい言葉知ってんの？なんやくせにって、うっさいわ猫娘。で、メレフがおらんのはそういう理由からか。でしょうね。ご多忙と聞きます。グーラの分割統治案ですか？ええ、留飲を下げるにはそれくらいのことをしないと。元老院が納得しないでしょう。専任特権を使います。もちろんローデリッヒ議員にも協力してもらった上でね。
千人特権とは。であれば異を唱えるわけには参りません。陛下のご覚悟のほど感服いたしました。そう言ってもらえると助かります。ニルニー代表代行、失礼します。も火球の事態につき、このニルニー参上つかまつりました。も穏やかではなさそうですね。で、火球の事態とは。実は。さてと、ルクスリア行きの船は。法王が用意しとるはずやねんけどな。ねえ、カメちゃん。なんや。メレフたち、置いてっちゃっていいの？置いてくもなんも、もともと立場も目的もちゃうやろ。そりゃまあ、そうだろうけど。それに今は公務で忙しいじゃろうしな。だよね。でもちょっと残念かな。せっかくここまで一緒に来たのに。まあ気持ちはわかるけどな。お、噂をすれば影や。バーンが首脳会談を狙ってるって。暗殺とはまた穏やかではないの。首脳会談の場で血が流れれば戦争になるわ。戦は金になるからな。それを利用して紹介に返り咲こうっちゅう腹かいな。あいつどこに消えたのかと思ってたら、そんなこと企んでたのか。ニルニー代表代行としては、紹介が絡んでいる案件だけに秘密裏に処理したいとのことだ。で、俺たちに。軍を動かせばことは公になる。なるほどね。その点あたしらは都合がいい。無理にとは言わん。その場合は私とカグツチで何とかするつもりだ。水臭いやっちゃな。わざわざ頼みに来たっちゅうことは、そんだけ難儀や思とるんやろ。まあな。あのバーンのことだ。単なる要人暗殺で済むとは思えん。ニルニー代行の話によれば、例の工場ではいくつかの巨大兵器が作られていたそうよ。そしてそのうちの一つが行方不明になっている。巨大兵器。わかった。会長じゃない、元会長とは腐れ縁だしね。すまない。これで私は陛下の警護に専念できる。よろしく頼む。任せてよ。その料理、待て！なんだ、お前たちは。なんだ、じゃない。その料理、毒が盛られてるんだろ。毒？お前たち、何を言って。問答無用や、取り押さえるで。なあ。ちょっと待つも！プニンさん、なんでここに。なんでここにって、世界に冠たる料理集団カリュウ団を手配したのはこの私も。世界に冠たる料理集団。さ
最高の料理を振る舞いたいってスペルビアから依頼があったから必死の思いで集めたのに、なんてことをしてくれたもん。ってことはこの人たちはただの素人。道理で手応えがなさすぎると思いました。ほんならこの料理は、うまい、なんちゅううまさや。どうしてくれるも、貴重な料理が台無しも。ごめん、俺たちてっきり暗殺者かと。暗殺者？何ちんぷんかんぷんなこと言ってるもん。それより弁償するもん。料理人と食材を集めるのにいくらかかったと思って。爆発？どこへ？ねえ、今の音って格納庫で爆発だ。ラゲルト女王が到着されたばかりだってのに、まずいぞ。女王が到着って、まさか。急ぎましょう、レックス。あ、こら、待つも。踏み倒して逃げる気かも。ふんごふんごも。何者です？まさかスペルビアの謀略。そしてピンポーン、ハズレだけど当たりも。女王にはここで死んでもらうも。スペルビアに謀殺されたことにすればまた大儲けだも。その声、アバリティア商会のバーン。ピンポーン、大当たりも。会長の座を追われたはずでは。この俺がそう簡単に引くはずがないも。アバリティア商会はネジ一本、オイル一滴まで俺のものだも。待て、バン！お前はレックス。またこの俺の邪魔をする気かも。いちいちムカつくやつだも。ご主人、あの人工ブレードは。サクラ！それにしてはとんでもない力を感じるも、特にあの額のマークに。何事です？これは。なんとなんと、皇帝陛下までお目見えとは。飛んで火にいるなんちゃらも。どうだかね、あんたの悪巧みもここまでなんじゃないの。何しろこれだけの目撃者、言い訳なんて立たないよ。全員ぶっ殺してしまえば死人に口なしだも。俺の勝利が確定するも。そんなことさせるわけないだろ。サクラをパワーアップさせたこのグレートサクラ、この前のようにはいかないも。そんな、この俺のグレートサクラがこんなクソガキどもに。ここまでだな、バーン。貴殿を拘束する。裁定は法王庁に委ねるが、国家元首の暗殺未遂、軽く済むと思うなよ。貴代の政商の末路、こんな形で立ち会うことになるとはね。残念です。俺はこんなところで終わる男じゃないもん。お前ら死なばもろともだもん。危ない、わだつみ承知。
ネフェルエル・スペルビア、守ってくれたというの、私たちを。よかった。陛下、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 無念です。そんな我々を守るために。目を開けろ、ネフェル、ネフェル。メレフ、ビャッコ、何でしょう。みんなの注意を引いて。注意？なぜそのような。まさか、お嬢様、それは。まだ間に合う。急げ。はい。まだ仲間がいます。何やて。こっちです。インビディアの方々は避難を。もう、わかった。あなたは。もう大丈夫だよ。なんやん、気のせいって。人騒がせもほどほどにしてんか。すみません、人影が見えたと思いつい。本当に申し訳ありません。ご心配おかけしました。陛下、奇跡だ。和田摘みがコアに戻り落命されたものとばかり。たく、あんたら軍人だろ。蘇生処置習わなかったの。蘇生？だが傷が。かすり傷だったよ。あの程度、私と白子の力でどうとでもなる。では君が。うん。すまない。いや、なんと礼を言ったらいいか。言葉を尽くしても尽くしきれん。私は。気にしなさんな。まあ、一つ貸しにしとくよ。それでいいだろ。いや。もうよろしいのですか。昨日の今日です。ご無理はなさらない方が。半日休んだだけでこの書類の山です。
まったく、おちおち寝てさえいられない。陛下。特別執権官、あなたに新しい任務を命じます。引き続きスペルビアの特使として天の聖杯に堂々、無事ルクスリアにたどり着けるようその護衛をするように。護衛ですか。マルベーニ聖下の許諾も得ています。お言葉ですが、それはお受けいたしかねます。昨日のようなこともあります。陛下のおそばを離れるわけには参りません。本心ですか。顔に出てますよ。自分は天の聖杯と、いや、あの少年と共に旅をしたいと。そんな、私は特別執権官、陛下の身の安全を守るのがその務め、それを差し置いて旅などと。これは、わだつみの。自分の身が守れないようなドライバーは失格です。昨日の一件でつくづく自分にその才はないと気づかされました。これはあなたが持っていた方がいい。陛下。世界は今大きく動いている。あなたならそれを見極め、あの少年の良き力となれる。懐かしいな、グーラのユイトルコ。え、侍従たちを巻いて泳ぎに行きましたよね、二人で。ああ、はい、覚えています。近隣の村の子供たちもいて楽しかった。陛下。スペルビアに、いえ、アルスト全体にあのような日が戻ってきたら素敵だと思いませんか。私の務めはそれだと。本当ならこの椅子には姉さんが座るはずだった。皇統は男子継承がスペルビアの慣例、陛下がお生まれになってそれは果たされた。皇宮に召ぜられた時から全て承知しております。そのために父上はあなたを男として育てた。実弟ヘンドリクス公の子であったあなたを。それには感謝しています。おかげで私はカグツチと出会え、そして彼らとも出会えた。こんなに楽しいことはない。そう、それがあなたの本心だ。あなたは素晴らしい力を持っている。そして力は正しく使われるべきです。ネフェル。もういいんじゃありませんか。解き放つんです、メレフラハット。陛下のお心遣い、感謝の言葉もありません。承知いたしました。このメレフ、慎んでその任をお受けいたします。それでこそ私のメレフラハット、よろしく頼みましたよ。というわけだ。今しばらくよろしく頼む。よかった。実はさ、もうちょっとだけ一緒にいてくれないかなって頼みに行こうと思ってたとこなんだ。手間が省けたかな。そうかもね。ありがとう、メレフ。バーンが介入したどさくさでいいように丸め込まれた。そんな感じすらするけれど。ブレイドの供給は法王朝の胸三寸歯がゆいですな。
天然のコアからのブレイド発生率は低い。おのずと適性を持ったドライバーも限られてしまう。行き渡らせるにはアーケディアでの洗礼が必要ですか。それはよしとしましょう。問題は天の聖杯が目覚めたという事実。領有権がどうのと言ってる場合ではない。対応と読みを誤れば我がインビディアは雲海の底へと沈む。それを見越してかネフェル皇帝は子飼いのメレフを聖杯たちと共に行動させている。仮を作ってしまいましたな。まさかあのような行動に出るとはね。若さゆえか、それとも。女王陛下、とにかく今は戦時体制を維持しつつ推移を見守るのが得策。あのルクスリアがすんなりと恭順するとも思えませんしね。もう、ホムラとヒカリどっちが好きや。ジーク、なんだよいきなり。好きも何も二人で一人なんだから分けて考えたことなんてないよ。ほんまか。性格全然ちゃうと思うねんけどな。光は結構きついやろ。反対にホムラはおとなしいっちゅうか押しが弱いっちゅうか。旗から見ればね、ホムラ。ああ見えて結構芯は強いよ。負けず嫌いだし。ドライバーのボンにはわかるってか。はあ、そないなもんかの。ねえ、なんや。ジークってルクスリアの王子様なんだろう。なんで法王朝にいたの。なんでって言われてもな。ただ家を追い出されただけやで。あ、アホ、お前何言うてんねん。ちゅうかいつの間にそこに。どっちが好きやのあたりから。どっちが好きや。やったら最初からやないかい。王子な、感動されたんよ王様に。勉強もせんと国を出て遊びほうけてばかりやったからな。当然やわ。ああ遊んでたんぞちゃう。社会勉強や、諸国漫遊や。諸国漫遊って遊んでるやん。アホ、ちゅうかお前何自分のドライバーディスってんねん。面白いねジークたちは。ええコンビやろ。うん。でも厳しいんだねジークの親父さん。ルクスリアはな、鎖国してるんよ。許可なく外の世界に出るのはご法度。もうずっと昔からそんなんやわ。せやけどこの性格やろ、何べんも勝手に外行って、ほんで大目玉食ろうって感動やわ。あれ15の時やったよね。ああそんくらいやな。ほんで行き倒れてるとこ法王様に拾ってもろたんや。特使とかあれ嘘やで。なるほど、それで法王朝に。思いっきり納得。でもさ、そのジークが国に戻って平気なの。今回は法王朝の大義名分があるからな。多分いけるやろ。それにな、ん？ルクスリアは外の世界を知らんすぎる。今のままやとあかんのや。殿下、ご指定の座標に到達しました。ご準備を。おう、サイガー。任せとき。何？ええー、から黙ってみとき。ビビんなよ。陛下、玄武が浮上を始めました。分かっておる、災禍だ。では殿下が。伝え聞くところによれば、アーケディアで天の聖杯と接触を持ったと。
500年の時を経て動き始めるつもりか。ほう、マルベーニ。陛下。安寧なる日々、守らねばならん。それがたとえ御水の夢であってもな。玄武っちゅう名前や。インビディアと同じ河川型のアルスでな、普段は雲海の中に潜っとるんや。まだ初秋やけど、ルクスリアは冷えるさかい風邪ひかんようにな。私寒いの苦手なんだよね。多少の暖なら取れるから近くにいても構わないわよ。私も。そういうとこ便利だよね、あんたたち。特技ですから、ね。まあね。カメちゃんはそんな格好で寒くないの？ワイは鍛えとるからな、大丈夫や。なんとかは風邪ひかへんって言うやろ？は、納得。納得すんな！ちゅうか、ハモ女！減るもんじゃなし。ホブラにこうしてるとあったかいんだよね。遠赤外線効果というやつじゃな。詳しいな、じっちゃん。私、ストーブじゃないんですけど。お嬢様、暖でしたら私の上で取られたらいかがでしょう。ホムラ様もお困りのようですし。やだ、白子の背中、寒さで毛が固くなってゴワゴワしてるんだもん。そんな。気のせいかな、エーテルラインの光が弱いような。エーテルラインって何ですかも？ほら、あれ、アルスの体に走っている光の線のことだよ。あの光はアルスの体を流れるエーテルの光なのです。人間で言えば血液の流れみたいなものですね。よう気ぃついたな。玄武はな、他よりもエーテルの血流が弱いアルスなんや。気温が低いんも作物が育ちにくいんもそれが原因や言われとる。冷え性みたいなもんかな。まあ、そんなとこやな。これは、文献で読んだ古代文明の姿そのものじゃないか。見てくれだけはな。古王国イーラはな、当時はユーディキウムと双璧をなす文明国家やったんや。生物に関する技術の粋を極めたのがユーディキウムなら、機械技術の粋を極めたのがビーラ。その知恵を受け継いだのがこのルクスリアっちゅうわけや。人が生きている限り文化文明は受け継がれる。命の継承ならぬ地の継承ですね。
800個。いいこと言うね。恐縮です。そうとも言えへんね。ん？見たらわかるわ。活気のある市場じゃない。闇市や。闇市？寒冷なルクスリアではな、地産の作物はほとんど出回らん。見てみ、普通の店はみんな閉まっとるやろ。本当だ、人が誰もいない。せやからああやって裏で仕入れた他国産の作物をべらぼうな値段で売っとる。飢餓にならへんのやったらそんでええ言うてな。行政も見て見ぬふりや。つまりは生産活動の多くはただ生きることに費やされ、国力は衰退していく。その通りや。これだけの古代文明の支えがあっても不可能なことはあるのだな。古代文明言うと聞こえはええけどな、観光客のおらんただのでっかい博物館や。飯の足しにもならんわ。お待ちしておりました、殿下。おお、久しぶりやな。親父は中か。はい、殿下の帰国を心待ちにしておいでです。アホ、そんなことあるか。もしほんまやったら天地がひっくり返っとるわ。気遣いは無用やで。恐れ入ります。どうやらこっちの状況は伝わっとるようやな。話早いわ。これはどうされました？いや、トラ、え、なんでだも？確かに花は自分でエーテルエネルギーを作り出せるけども。すまん、今は言う通りにしてもらえると助かる。分かったも、トラに任せろも。天の聖杯か。お嬢様。おもま。ちょっと、なんだよこれ。カメちゃん。知らん。なんじゃお前ら。親父。どないしたんや。レックスたちが何したって言うんや。何かが起こってからでは遅いのだ、ジークよ。世界を焼かせるわけにはいかぬ。天の聖杯には消えてもらう。冗談じゃない。リャッコ、レックスを助けるよ。はい。
エーテルエネルギーが。お嬢様、無益な抵抗はやめよう。我が目的はあくまでも天の聖杯の消滅。そなたたちの命まで取ろうとは思わん。ゼーリッヒ陛下、私はスペルビア皇帝の命を受け、特使としての立場でここにいる。それをご承知の上でか。承知している。そして覚悟もしているよ。覚悟だと？なんでや、なんでホムラを消さなならん。言葉遣いは相変わらずだな。今は関係あらへんやろ。はぐらかすな。義は我が側にあると言ったら、どういう意味や。アルスト世界のためと言い換えてもよい。何やて。ついてこい。これが我が王家の歴史だ。そんなアホな。なんで、なんでや親父。やはりエーテルエネルギーが遮断されているようです。くそー、こんなことしている間にホムラが。なんとかならないのかよ。無駄じゃ、レックス。体力を消耗するだけじゃぞ。壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。落ち着いて考えれば、きっとどこかに突破口が。って、ちょっとそこ、少しは協力しなさいよ。無駄なあがきだな。この建物全体が捕縛ネットと同様の結界構造になっている。捕縛ネットって、トリゴであんたらが使ったあの網のこと？ドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。ヨシンバ、時間をかけて突破されたとしても、それまでの間に処理してしまえる算段なのかもしれん。処理って、ならなおのこと、あんたたちの力も合わせて。無駄だと言っている。まあ、ただのご利用しならばという意味だ。世界の民や方便にも程があるわ。ほんなら、方便に方便を重ねて鎖でがんじがらめになったんが今のはいらや。ボンならその鎖断ち切れるかもしれん。あの子が賭けんのは嫌か。ええよ、王子がそう言うならうちも乗っかるわ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。それを助けてやるんが大人の務めっちゅうもんやろ。せやな、うち王子のそういうとこ好きやわ。苦労かけんな。今さら何言うてんの。苦労なんてかけられっぱなしやわ。
ほな、行くで。よし、これでいい。準備完了だもん。何のこと、トラ。もふふーん、ドライバーもブレードもエーテルエネルギーを使ってアーツを撃つも。何を今更なこと言ってんのさ、常識だろ。でも今は使えないも。はあ、この部屋のおかげでね。もふふーん、兄貴たちは大事なことを忘れてるも。なんだよ、もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと忘れてないかも。忘れるわけないだろ、目覚めた時から一緒にいるんだから。あ、そうか、エーテルロか。その通りですも。姉様のおかげで今の花は自分でエーテルエネルギーを作り出せますも。結界とか関係ないんですも。メレフの剣のクリスタルを花のカムカムに移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。花のカムカムの属性は地。メレフの火属性との相乗効果で威力は倍増するんだもん。直撃させればおそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。待ちなよ、エネルギーを貯めてあるってこの結界の中で一体どうやって。そういえばメレフ様はここに来てから一度もアーツを撃たれていません。え、王宮に入った時から様子がおかしかったからな。トラにもアーツは使わないように耳打ちをしておいた。もふふ、なるほどな。花が結界中でも力を行使できると分かればより警戒されてしまう。そういうことだ。やるぞ、離れていろ。待て、剣からクリスタルを移植したらメレフの武器は。改めて家具土のコアから発生させる。ん、ひょっとして知らなかったのか。え、あんたブレイドの武器の仕組み知らなかったの、マジで。そんなの知るわけないだろう。なくしたことも壊したこともなかったんだからさ。それなら無理もないわね。まあそういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。ジェットカムカム。これはまた派手にやらかしたな。あっという間に衛兵が飛んでくるぞ。急ごう。ホムラ様は下に降りていきました。おそらくは王宮地下のいずこかに。わかった。ジーク、サイカ。なんや、せっかく解放したろう思てきたのに、もう逃げとったんかい。気が短いのさ。それよりいいのかい、こんなことして。もともと宝刀息子や、かまへんかまへん。ホムラは？こっちや、ついてき。て大丈夫か？平気、かすり傷さ。しやけどボン、いっつも傷だらけやな。ホムラに命を半分もらって楽園に行くって決めてから毎日こんな感じさ。でも ちょっと嬉しいんだ。ドライバーとブレイドの証っていうか、二人の絆みたいな気がしてさ。
これは高速柱のようね。前を見て。エーテル加速器、古王国イーラで同じものを見たことがある。どうやら私たちを跡形もなく消す気ね。どうする？出力を絞って目いっぱい収束させればここを狙い撃ちにもできるけど。ここの人たちが本当にイーラの人たちの末裔なら、私には伝えなければならないことがある。そう、なら任せる。ありがとう、光ちゃん。来たわ。すまぬな、天の聖杯。そなたに直接の恨みはない。だが、世界のためだ。この場で消滅してくれ。それがあなたの望みですか、ゼリヒオ。それは、そなたの望みでもあったはずだ。英雄アデルと共に歴史から姿を消したあの日から。始めろ。ホムラー！レックス！エーテル加速器。なんだいそれ。大昔に作られた玄武のエーテルエネルギーを利用した兵器や。ちゃんと修復されとったとはな。親父のやつ、あれでホムラを消し去る気や。あんなもん使ったらどんなブレードかて再生できへんで。そんなことさせるもんか。次から次へと。レックス、急がな。ホムラ、分かってる。でも許せよ。しまった、ホムラさせへんで。足りんか。花チェンジ JK モード、下から押し上げるもん。了解ですもん、ご主人。いけー花ー、うーりゃーですもん。500年だ。500年の間、我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた。なぜかわかるか。聖杯大戦で古王国イーラは滅亡し、国の英雄アデルも帰っては来なかった。古王国イーラはあくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった。だが、フソたちはそうではなかった。わいらが英雄アデルの血脈やないやと。そうだ。我が王家は、イーラにあっては暴流。戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ。それやったらただの三奪者やないか。
そういう時代だったのだ。そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ。アデルの名前をつこうてでもか。主亡き後のイーラでは多くの血が流れたという。それをルクスリアとして一つにまとめるには必要なことだったのだ。世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている。それを市政に利用したというわけか。それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ。何綺麗事言うとんねん。早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ。ムカつくわ。歴史とはそういうものだ。我がスペルビアだっていつそうなるか。ああ、軽々に攻めることはできんな。アデルって人は本当に帰ってこなかったの？記録では天の聖杯を封印した後に行方知れずとなっている。おそらくは帰国の途中、いずこかで命を落としたのであろう。行方知れずではありません。何と言った？天の聖杯。彼は、アデルは全て予見していました。国が滅んだ後、人々がどうなるかを。でもあえて戻らなかった。アデルの意志でそうしたと。なぜだ？我が行員たちよ、私はアデル・オルド。私は今日ここに天の聖杯を封印する。しかしそれは永劫のものではない。いつの日にか我々人が天の聖杯にふさわしい存在となれた時のため、彼女を後世に託そうと思う。彼女は希望だ。人がより良き存在として生きることができた時、彼女はきっと答えてくれるだろう。その日が来ることを信じて、我が願いとともに。彼は後の世のさまざまな混乱を予見していました。その上で彼は迷う私に言ったんです。これは試練だと。私が眠ることも試練。そう、これは我々人間が越えなければならない試練だ。でなければ君たちと共に歩む資格はない。歩む資格。どういう意図から出た言葉なのか私には分かりません。単に人間とブレイドとの共存を指したのか、それとも。でもそれは覚悟だったと思います。人が生き残るための。ルーカ！何事か？ゲンブが我々の制御を外れ、雲海へと沈み始めました。何？まことか？サイガ！あかん。何が起こっているのです？まさか、さっきの。ど
玄武の制御にはサンクトスチェーンが使われとるんだ。さっきエーテル加速器使うたやろ。多分玄武に流れているエネルギーが逆流してカフカに耐えられへんかったんや。壊れちゃったってこと？もう、うちの言葉も届いてへん。このままやとどんどん深く潜ってしもうて。そんでアホが、あないな骨董品使うからや。今回は密度的には水とほとんど同じなんだ。深く潜ればそれだけ圧力が高くなる。500も潜れば人間なんてぺちゃんこさ。そんな圧力がこの玄武に。深度は今なんぼや？およそ2200メルト。1分につき120メルトの速さで沈んでいってます。外角の限界深度2万5000が限界かと。こんなの持って3時間ってとこかいな。カメちゃんのくせに計算早っ。アホ。こんなのボン、王宮の南塔に耐圧ポッドが。お前らだけでもそれに乗って逃げや。ジークや町の人たちは？ワイダのことはええから。ええって、そんなことできるわけないだろ。何か方法はないのかよ、みんなが助かる方法は。玄武のコントロールはサイカしかできん。そのサイカが無理なら、あとはできるだけ多くの人間を脱出させて、3時間しかないしな。この玄武の制御はサンクトスチェインによって行われていたんですよね。ああ、そうだよ。その場所は玄武の頭の中。王宮の南から石柱を通って渡った先へ。私が行きます。行くって？サンクトスチェインは元はといえばサーペントの制御コア。そしてサーペントは私のデバイス。断言はできませんが、私になら直せるかもしれない。ホムラ、ホムラちゃん本気なのかも。さっき殺されかかったのに助けるのかも。それはそれ、これはこれってレックスなら言いますよね。おう、そうだな。だからです。ホムラちゃん、わかった。もそういうことならトラもハナも手を貸すも。仕方ないね、ビャッコ。元よりそのつもりです。そういうことだから邪魔すんじゃないよ。いいね。そなたたちは命を張るというのか。天の聖杯を抹殺せんとしたこのルクスリアのために。国のためなんかじゃない。では何のために？王様なんだろ。なら言わなくたってわかるよね。レックス、そなたはメレフ。仕方ないな。ジーク、サンクトステインのある場所詳しく教えて。おう、ついてこい、案内したるわ。ジーク。親父、万が一に備えて住民の避難を。まあわいらが行くんや、万が一なんて起こらへん思うけどな。承知した。時間があらへん、急ぐで。なあ、メレフ様、また難しい顔をして眉間にシワできてしまいますよ。解せないんだ。反アデル派がルクスリアを建国し、戦後他国からの干渉を一切避けた。
だが王のあの様子、他にも何かあるような気がする。何かって？今回の件は法王朝からの申し出だ。それをあそこまで拒絶する理由、まるでその関係を立ちたがっているかのように見えてな。何か別の弱みを握られていたということですか？それならば説明もつくのだが、ジーク、その辺の事情は？わからん。記録も残ってへんからな。お前はどうだ？私のその頃の日記には何も。多分何らかの事情でコアに戻っていた時期かもしれません。じっちゃんはその頃のことを知らないの？ん？わしは別の場所におったからの。人間の国の情勢とやらにも興味なかったし。なんだよ、無駄に年食ってる割には役に立たないな。お主、コルレルみたいな物言いをするの。王様が語ったことが全てじゃないってこと？可能性はあるわね。それは神たちがイーラの名前を継承しているのと関係あるのでしょうか？この先の世界を見ればおのずとわかる。お前はここまで来てしまった。この先の世界。え？シンが言ってたこの先の世界って未来のことかと思ってたけど、あれって過去の人間の歴史って意味だったんじゃないかな。そこに彼らの戦う理由が？うん。もしそうだとしたなら、やっぱり私は眠りにつくべきではなかったのかもしれない。ここは聖杯大戦時の戦場跡じゃな。見覚えのあるものも結構あるわい。壁も地面も溶けてる。かなり激しい戦いだったんだね。天の聖杯のデバイスは、ひかりちゃんが行使するセイレーンやサーペントだけじゃありません。当時は無数のデバイスが滅によって行使されたんです。そいつとの戦いの後ってことか。ねえ、デバイスって一体何なのさ。サーペントは見たことあるけど、セイレーンってのは降ってくる光しか見たことないし。天の聖杯に与えられた力、遥か天空の楽園に眠っている神の剣。ちょっと、楽園ってもしかしてめちゃくちゃ恐ろしいとこなんじゃ。わかりません。わかりませんって。私の記憶の片隅にあるのはあの街並みだけ。なぜ父様が私を、そしてデバイスを作ったのか、私はそれが知りたい。ホムラ。いいじゃないか、そんなの言ってみればわかるさ。あんたね。宝の箱は開けてみるまでわからない。でも開けなければそれはただの箱。サルベージャーの合言葉その4ってね。たく、サルベージャーの合言葉と一緒にすんなよ。王子、あそこ。どうやら目的地到達のようや。王宮よりずっと古い建物みたいだね。ええ、当時のままのようですね。
これやな。コアクリスタルみたいだ。これがサンクトスチェイン。ええ、これがサーペントの制御コア。私とサーペントが意思の疎通を図るために必要なものです。急がないと。わかりました。どう、直せそう？静かに。ごめん。光。ほんなら、浮上している。王子、浮上したら雲海を回遊するよう玄武に伝えといたわ。おお、どうやら間に合ったみたいやな。よかったもん。トラ、暴れてやあんこみたいにならなくて済んだもん。一件落着だね。レックス、もうあれ外しても大丈夫やで。うん。こんな僻地に隠されていたとはね。わからなかったわけだ。正直脱出するべきか迷ってたんですが、ご苦労様でした。今日はあの厄介な女もいないし、思いっきりやれるね。君とのロンド、楽しみにしてるぜ、ニア。いちいち気色悪いね、あんたは。そんな、ひどい。目的は、サンクトスチェインか。勘がいいね。バカ、他に何があるって言うんだよ。それもひどい。素直に渡せばなんて陳腐なセリフは言いません。全力で叩き潰してあげますよ、真のためにも。真と滅はどこ？彼らには聞きたいことがたくさんある。あなたに話したいことなんてないと思いますけどね。そうかしら。そうですよ。勇んでるとこ悪いけどな、ブレードもなしにどないして戦うんや。舐めすぎちゃうか？別に舐めちゃいませんよ。そんな必要ないだけです。なんやで？クリスタルだと。やっぱりブレイド。いや、マンイーターか。すごい、ご明察。これまでいろんな邪魔が入りましたけど、今日はそれもなさそうだ。これで心置きなく戦える。やってみなよ。簡単にいくと思ったら大間違いだよ。まさか。思っちゃいませんよ。言ったはずです。全力でとね。ありえない、この僕らが。こんちくしょう。当然やろ、雷豪のジーク様やで。誰相手にしてると思ってんねん。
とりあえずもう一発かまして寝てもらおうか。後でぎょうさん尋問したるさかいな。行くで、ゴーリキカーリ。シン、いつの間に。雷郷の名は伊達ではないよ。この俺が急所を外したのは初めてだ。ほんとれ、マジ心配せんで、かすり傷やこんなもん。シン、大丈夫なんですか。そんなヤワじゃねえよ、こいつは。メツ、おっと、俺はただの見物人だ。今日はどうしても自分の手でやりたいってこいつがな。シンは、そういうことだ。サンクトスチェインと聖杯共にもらい受ける。やってみろよ。確かにあんたは強い。だけどホムラも光も絶対に渡さない。強いな。だが言葉だけだ。お前がそれを望むのならば、言葉ではなく自らの力で示してみせろ。なるともうどうにもならんな。奴ら最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。故に己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。まだ大丈夫。レックス、真の動きを止めるわ。光の速度には光の速度よ。わかった。みんな巻き込んだらごめん。よし、やったか。言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。シン、終わりだ。
少年。無人剣。あの時バーンの工場に好きにさせるか！うわ！メルフ様！ほう、近くで見るとかなりのべっぴんさんだな。殺すのがもったいないぜ、あんた。離せ！やめろ！まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ。その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか。そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほー、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタン。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、死。出なければ。どうするというのだ。私を消滅させます。ホムラ？私が消えれば、困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな、そんな芸当ができたとは。どういうこと。あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子砲ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光、その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン。意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろホムラ、こいつらは。シン！よかろう。
ニア、レックスのこと頼みます。ダメだよ、そんなのダメだって。ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。今頃気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど暴れた。ホームラン。